ダイゴ＆ともひろアワーのお時間でございます。今週も一時間お付き合いください。今日はですね、冒頭からなんなんですが、ともひろはお休みをいただいておりまして、今日です誰誰が来たの？だからよ。いつものね、具志堅さんをね、ヘルプで、ボリューム大丈夫ですか？大丈夫です。はい。ヘルプでね、お招きしてお届けして、ホームヘルパーでね。 りますよヘルパーされる方ですよね、そろそろもうそろそろね、なんか見つけてないですよ、ちゃんと介護してくれる人、元気いっぱいいきましょうね、よぼよぼか、さあ、き今日はですね9月22日、秋分の日、休日の日でございますよ、そうです、そうです、車でした。だからね、沖縄市、今、道路状況、すごいかなり空いてる状態で、すいすい来たんですけどね。 ラジも休みだった。うん、僕もねお休みいただいて。僕もって僕は休みじゃなかったよ。あ、働いてきました。そうそうそう。僕米軍基地に働いて。休みじゃないですよ。あ、そうですか。あれ、米軍はこのなんていうの？日本の休日っていうのは関係ない関係ない。ですやっぱり。もう無視されてますね。あ、なるほどね。そうかそうか。じゃあ今日はですよ。聞いてる人がいるのかなってちょっと心配ありますけど。閲覧数どんどんぐんぐん上がってきてますので。今日は楽しくまたよろしくお願いしますわかりましたよ。はい。 さあ関さん、それではですね、はい、今日は休日スペシャルということで、はい、ゲストも後半お招きしてお届けしていくわけですが<う>、はい、ゲストですね具ゅんさん、はい、毎週恒例なんですけど、はい、この1週間どうでしたか今週は昨日もライブ <laughs> 先週の末もライブずっと行ってましたね。 あのライブに出たのもありましたけど、ナハでちょっとジョニー・ダイヤーズのはいはいはい伊勢さんあのサポートで行ってきましたけど、やっぱ那覇はちょっと違うね雰囲気があそうなんだライブハウスもライブあの来る方々もねあどうどうどう違うんですかちょっとお洒落さね那覇はあお洒落お洒落のねうんシャレオツっていうのはいはいはいそんな感じがしますねなんかねよく聞くんですよ小里那覇の お客さんの盛り上がり方がやっぱり違うよとかですね。<う>こもで僕らほら、うん、あのジョニー・ライアーズはあの小ザでもちょっと異色な感じじゃないですか比例 <laughs> <に>があんな感じだから。で那覇の人たちにはあのちょっと受けてましたよ一応は。よかったよかったって胸を投げ下ろしたところですけどね。<laughs> ドドドドキキキキししななががららどんな反応を見せるのかなと思ったら意外と高評価だったちなみにライブハウスはどこでですね、ライブハウスはくもじゅの方にあるリビエラっていうお店だったんですけど最近リビエラさんとフーカっていうお店があったんですけどそこのオーナー同士がちょっと結婚されてですねリビエラフーカとなって新規一転してリビエラの店舗に移して二人で今頑張ってるところで。 僕らやってきました、はい、すごいねアイノスにお邪魔したみたいなアイノスねスケベったらしいとかねそれで、ね、<laughs> そんなあのお店でそんなことはしませんよもちろん <laughs> やばいアウト <laughs> アウトだね <laughs> アイノスはちょっとやばいっしょ <laughs> いいなリビエラ行ってみたいですよどんな雰囲気のお店えっとですね、うん、まあ普通の,あの飲み屋に飲み屋、えー、普通のバーに えー、ドラムセット、まあ、音響設備機材一式、<laughs> ベースアンプ、ギターが置かれてて、うん、要はあのフラット楽器を持って行っていかなくてもセッションができる。うん、へ、お店に置いてあるんですね。そうですそうです。だからあのえっ、ー、と有名な方ではですね、あのロックバンドのバウアウの、うん、えー、え何、ー、教授さんは名前なんやなや。 え山教授じゃないな山本教授じゃない、<laughs> ギタリストの教授さんが来たりですねえあとはほらあの前、沖縄市界隈でも有名なんだったサンディエゴの前田達也さんがいらしたりしてはいセッションを始めたりいいなだから、僕らのライブもですねあのちょっと後でじっとあの見てたんですけど終わって終わったあとね。 終わって普通だったらセッションタイム入ったら今までやってたミュージシャンがセッションするじゃないですかそうですねね普通はところがお客さんが急にギター持ち始めまして見に来てたお客さんがねわマジか僕ら入る余地がないというような状況にだからすごいところなんですよ。ですね僕らが出ていくのもおこがましいぐらいみんなうまいしそれがすごいんですよ。 勝手にほら、あのーまあ、こっちでもちょこちょこやりますがキーは何からねこういう入り方ねってちょころっとやってそれですぐあの曲をあの有名曲をやろうなということでやっちゃうから腕,腕を持ってるとはやっぱりね違うという。いいね僕らななんんかでゲゲですすよよそ感じ帰ってきますよい でもいいねい行ってみたいですねただのジョニー・デ・ライアーズは盛り上げましたよちゃんとその場盛り上げてやって帰ってきましたよちゃんともうヒーデン様々ですよそう去年ねヒーデンも誘ったんですけどねちょっとあのなんでやったなんでやったなんでるんですか違う違うなんとかならのなんて言ったこれ日本語がわからないやぶさかで違うだそういうのの事情があってあのちょっと今日は これませんと最後によろしくと月末はほらジグザグでまたライブが光っている30日その宣伝をしてこないといけそうですよねしないといけない9月の三十日でしたよね金曜日ですその時僕はいないんですけどねえなんでえそれはヒーデーが一人でほらジョニー・ライアーズの歌を歌わないでコピーを歌うっていう話マジですか知らなかったそれでヒーデーが一人で出るらしいそうなんですねあ僕もリード入れてもらう曲決めてますけどヒーデーに えっと俺びっくりしたんですよだから9月30日に「アコギナイトっていうタイトルでこちゃひでがジグザグのオーナーのこ茶ゃさんが書いてたんで「俺で俺出番聞いてないけど」と思って確認したら「アコギナイトっていうのがこの d a i g o t o m h r o の企画っていう形で名前付けたの僕らだから僕らっていうか DAIGO たちだからね8社って感じです そのライブもねまた10月の末にありますので10月の末なの14日じゃあごめんなさい14日ですね14日で正解第二第二金曜日ね14日は末じゃないよね末じゃない今回よよ14日は末ではないよねあのまあそうですね日本の日本のカレンダーではね日本のどこかどこかインドあたりのカレンダーでも末なのかいや了解ですえ10月14日にもねちゃんと突っ込むところは俺突っ込むからよ男だから男だからはい 了解。男だから <laughs> ですね。はい、夜突っ込んでいただきましょう。夜ね。はい。いやなんなら朝からでも。さあ先にね、はい、あのー、スポンサーを紹介しましょう。はい、よろしくお願いします。えー、この番組はですね、盆文字のことならお任せください。インストール沖縄の提供と書道用品専門店丸まさの提供でお届けしております。はい。さあもうあれですよ。五月からスタートしてますから。はい。 四ヶ月まだ四ヶ月ってあるんですよ。この番組そうあそうなんだ。五月でしたよね、正気さんね。誰も覚えてないというね。ねもうそうそうあとね小屋に遊びに来てやがて一年半ぐらいなるので。そうですね。もう正気さんの顔も見飽きたぐらいになっているので。そうだ通算するとね前の番組から入れるともうだいたい二年半ぐらいやっぱりなるんですけどね。うんだなかなかないんですよ。こう僕一人でいてまあともがお休みっていう パターンも少ないので<う>今日具志堅さんは本当に来ていただいて助かって一人だったらどうしようかなと思ってさい僕は友裕と二人でやって大五休みの時とっても楽しかった <laughs> 俺が出張行ったいでしょ <laughs> そうそうそうあの時楽しかったね近ねあんたたちねすご <laughs> 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 あれびっくりしただから今日は友裕にもそういう気持ちを味わなるほどね楽し<ー>そうだったなと友裕お邪魔してるよ,よ遊びに来てますよ さあぐしけんさんそしたらどうしよう曲一曲行く前にもうちょっと早いんですけどゲストを呼ぶために CM 一旦行きましょうかいいですかじゃあ関さん CM ありがとうございます関さん海なりのあれを一曲途中で流しましょうねはいお願いします こ,こと向こうにそれぞれぞジャンさんが向こうがいいかもしれないな。うん、カメラ。で、一人だけはヘッドホンが使えます。別に聞,聞こえはするんだけど、ダジオで流れてる音,音量で CM とかも全部入ってきますから。どうぞ、こちらですね。おお<ー>、<laughs> さすが。 やりました？はい OK、僕専用のカメラを動かした。こしあ、セクオって言って <laughs> 今マジな顔しよったの。マジな話。さはあっっそうですね。お願いしましょうね。皆さんこれだけは伝えておきたいっていうのはあります？うん、この、うん 日程と。うん、あと。まあ。募集もしてます、ね。ああ、募集、やってますか。<の>今日、あの。受講料とかの込みった話も聞いていいの。いや、別にそこまでは。いやいや、あの、なんか。うんうん、質問、質問があって。はい。この、あの、受講するのにいくらぐらいなのかなっていうのがあったんで。ですね。はい、連、連絡先とかも。また。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう、そう。 はい、じゃあ、十秒前です、はいではい。曲から、曲からいこの。いや、大丈夫、そのままね。喋りから行きましょう。はい、はい、はい、はい。ええ、大和アンド友広お届けしておりますが、今日は大和アンド具志アワーで、ね。はい。ね。いいの、それで。今日だけですよ。はい。だけ<め>怒ってないかな。来週来ないでよ。あ、ありがとう。<laughs> <laughs> そういう言い方するんだ電話でお願いしますねあんなに頭下げたおきながら恥ずかしくなる俺一人で今日飛ぶ夜休んで一人だで牛川さん来てもらえないですか言うちょっと強気で生かして頭下げてたのにごめんラジオも来ていいよ分かった分かったさあねこの時間はゲストをお招きしてお届けしたいなと思っておりますがゲストのご紹介をしましょう私名前読み上げますので自己紹介していただければなと 思ってですね。それぞれマイクをお持ちになって。はい。えそれでは写真家のジャン松本さん。こんばんは。こんばんはです。ジャン松本と申します。はい。えまあいろいろ商業写真から雑誌その他いろんな写真を撮っております。で写真講座なども行っております。はい今日はその件で伺いました。よろしくお願いします。一番のジャンさん説明するときに分かりやすいのか。はいはい。あのゴヤのジあるじゃないですか。 はい、市場の道向かいにでっかいあの今はあの紫のバンドのメンバーの,の写真がありまして横流 <laughs>、はい、その,長の、ね、そ,うその一つ前があのジェットのあれみんなジャンさんが撮ってます<ー>、はい、そうですね一番もうここでそういうふうに言えばあの写真撮った人なんだわ分かると思いますので今日はジャンさんともう一方めで、はいえー、さんはいこんばんはえっと えー、受講生の与那嶺と言います。沖縄市小屋に住んでおります。はい、よろしくお願いします。ます。ます先ほど正規からちょっとネタがありました。うん、はい。<laughs> なんかあのチャッキーって呼ばれてる。<laughs> そうなんですよ。なんどうしたんですかね。映画のあのなんだ、うんゃ？人形の怖いやつでチャッキー。<laughs> そうですね。マジ？<laughs> あのっていうかえっと FM 小沢さんのですね。はい、えっと番組で。えー DJ モリーさんがやってるアジラジがあるじゃないですかあれの、えー、リスナーということで、はい、あのちょっとメロクって名前つけてもらえませんかって言っ名前付けさせたら <laughs> そうなんですよしたらジャッキーよなみにっていうことで命名されましてあのそのことに関してははいありがとうございます <laughs> うちの写真講座ではエロタンって,れて <laughs> <laughs> それはまた誰がつけた <laughs> これはリミが前をつけましたけど わか、ね、<laughs> どうですか、ね、かんないででですけどすぐすね。ね。どど。うけ飲んだ時にまたエロいところを出したかもしれないですね。<laughs> じゃあジャン松本さんとエロタンをお迎えして、ねはい、1>, <laughs> 1時間お届けしますが、うん、そうジャンさん、いろいろちょっと今日聞きたくて、はい、ジャンさん、沖縄出身なんですね、僕は本土の方とずっと思って,て、ね、い,い,い,い、えー、と金で生まれまして幼少の頃まで金に住んでたんですけども小学校の時奄美大島へ行って奄美にそれからもう内地に行ってで15年前にまた沖縄に戻ってきてはい、はい、今て、ね、活動しています。 で全国紙というかいろいろ耳にする例えば「プレイボーイ」だったりねそういった雑誌の写真もいろいろ撮られてるということで先ほどねちょっとストーカーみたいにあの経歴をね調べてきたんですよすごい,すごい人が来るんだなと逆に見なければよかったドキドキしちゃってたでしょドドキキしたままで、ねはいいから憧れのマナジざしでこうやって見とけばいいしあのねまた結構いろいろつながりがあって僕のはやっぱり友達とかも写真やってることかがいてそしたら。 聞いたらやっぱジャンさんのところの受講生ということでですね。うんいやイハリオチ君って今日多分聞いてると思いますので。その子のあだ名は何なの？ガンちゃんですね。みんなあだ名でいいよ。そうですね。すぐあだ名つけられますね。そうですね。ジャンさんあの実際にこうなんていうんですかね僕素直に聞きたかったのが写真を始めるきっかけ。皆さんここまでもう名前が出ていろんな作品撮ってるじゃないですか。 スタートの写真を始めるきっかけって何だったのか、きっかけですね。うん、きっかけ、あの、そうですね。あの、まあ、中学校時代に、うん、あの、クラブで、えっと、現像までやったりしてて、<ー>なんか、その辺で面白かったのなんですけども、はい、直接的な影響っていうのが。うん、あれですかね、僕、あの、父親が撮った写真があって。はいはい え父はあの米兵なんですけどアメリカ兵で,で,で僕は赤ん坊の頃アメリカに帰ってそんなものままなんですけど彼があの母親を撮った写真洞窟であの金の鍾乳洞でえ見上げるような感じで撮ったあ今でいうマタニティですねモノクロの写真があってすごく部屋にも飾ってるんですけどえその写真がすごい好きであ,のある意味一番影響を受けた一枚かもしれないですね、は。い 僕、のね僕今日先調べたんですけど t、はい、ィ d ブログやられてて t ィ d ブログちょっと遡って見てたんですよ。はいね、先ほどお話あったマタニティ海辺でね女性の,あははあのもう多分8か月9か月とか臨月近い女性の方が、はい、あのお腹を、ね、ちょっと出してこの浜辺で夕日バッグだったですかね朝日ですかあすごいなんだろうこの写真と思って<ー>僕、写真全然わからないんですけど。はい これはすごいっていうのが直感でやっぱり感じるんですよ。すなんかいいなって思ってですよ、はい。この写真展が今後、今度あるじゃないですか。はい、今回の写真展は、えー、受講生の作品展。そうですね、えー。受講生の皆さん、ええー、と、何人ぐらいかな。えっと、今回は二十名です、ね。二十名,、ね、名。はい。作品を持ち寄ってってことですかう、ね。そうですね。あの、何点ぐらいですか。ええ。 とですね、全部で四十数点で僕のもあの合わせて出品しますので僕のが十四五点なので五十四五枚ですかね全部でうわすごい、はい、もう今場所もねちょっとご説明すると茶ー,ーの未来センターギャラリーですねこれはあの分かりやすく言うと消防署の 隣になりますかね。そうですね。茶壇の書屋ですね。大きい建物があって、図書館とかもね。はいありますよね。隣接して、駐車場も結構大きめの駐車場がありますので。で、日にちが9月の25日の日曜日からですね。今度来る日曜日から9月の末30日まで。そうです。6日間ですよね。時間がですね12時から19時までと。12時から19時まで。 ど世の中があの生徒さんか、ジャンさんが。そうですね。私かえ受講生の方、どちらかが。はい。あの。さっきに会える日もあるかもしれない。はい。そうですね。よろしくお願いします。エロタンに。エロタンに。そうい日もあるかもしれない。はい。いな。エロタン、エロタンじゃない。ごめんなさい。世浪江さんは。 写真を始めるきっっかけでで何だたまあもともと写真を始めるっていうのねうん、うん、ちょっと難しいあれは特にないんですがやっぱりあの子供がね生まれて、うん、やっぱりこの赤ちゃんの時からやっぱりこの学校の行事とか,か<ー>そういったの撮っていきたいなということで、まあ、写真をやってましてであのえっとね一昨年ぐらいですかね、うん、ちょっとフェイスブック始めて。 で、その時に、まあ、いろいろ見てたら、もうたまたまジャンさんの、あの作品が見れて。で、ちょっと、本格的にっていうんですかね。あの写真講座に入りたいなということで、ちょっとメールで問い合わせして。まあ、今回に至ってるっていう感じですね。うんうん、今、じゃあ、今、じゃあ、つながって。そうですね。はい、はい。じゃ、もう正直、それまでもう、大変申し訳ないんですけど、ジャン松本っていう名前、わからなかった。ですそうなんですね。はい。 あ、ジャンさんに具体的にじゃあ受講生としてからは2年目になるんですか。えっと、ちょうど私の場合は、はいえー、去年の1月からですね。はい,はいはい。始めて、まあ、えっと、一年と、まあ、八か月とか、そういう感じですね。すごいな。具健さん作品を見たことあります?はい。えっと、ジャンさんの作品はですね。うん 実は僕ジャんに写真をお願いして撮ってもらったことがあるんですよ。自分のじゃないいで,ですよ羨ましいあ,のある人がちょっと、まあ、先輩になるんですけどちょっと小屋で。 事務所を構えてたんですけどそれを合わせに移すということ記念に小屋の事務所の内部を一緒に写真撮ってもらってプレゼントしようとそこで裏からテーマしてフェイスブックで手を回してちょっと俺がっていうことを内緒で撮ってきてその作品ね自分がお願いしたということでその先輩の今の事務所にも飾られているので。 いつもフェイスブックでもう一つジャンさんは個人的なフェイスブックの中にジャン松本写真家のページがあってそこにはギャラリー的にいつも見れるようになっているのでそこからも注文できるんですよねジャンさんの写真はメッセージを送っていただいたら販売もしてますし撮影依頼もそちらからやっていただくと受講の希望もそこがいちばんいいですね からのなるほど、ねはい、もしくはブログのメッセージですね。はい。受講というと何ですか、ね、具体的にこう写真の撮り方だったり、はい。こう技術的指導ももちろんそうですね。されていくんですよね。はい。えっ、ー、とまあ撮ったり、えっ、ー、と座学でえ理論的なことを話したりとか、<ー>ええまあいろいろこうモデルさんを撮ったり、あのと街を撮り歩いたり、そんな感じで。 毎回あのテーマが変わったりするんですよアーティスト写真の撮り方も講座みたいなのもあってこの前は風景でした、はい そうですね。えっと三ヶ月か四ヶ月前にはヌード写真。だからその時にはエロタン、本領発揮。あすごいな。エロミネさん。怒られるよね。それはないですね。勝手に嫁がつけた。でもいろんなテーマをまあそこの写真を撮りながら、多分あの構図のカメラの位置から。 あの被写体の位置計算しての絞りからどうのこうののことも全部教えてくださってると思うそうですね、はい、まあ内容としてはまあ初心者の方が大体対象なんですけどもええ。 おうの中でカメラ買ったもののずっとタンスの中で眠ってたりとかそういう人にも持ち出してきてもらってもっと活用してもらおうというかもっと写真の醍醐味面白さを分かってもらおうという感じでやっております誰もがこう一旦カメラに憧れやっぱ持つじゃないですか僕もカメラ一眼レフをねだいたんですよ昔ね。 レンズにちょっとやっぱりカビが生えってるから新しいの買い替えるからこれ使うんだったらあげるよってことで頂い,いてやっぱりねそこから使えないんですよなかなか難しくて敷居がやっぱり高いようなあれイメージがどうしてもあったんですよねだけどこう教えていただけるっていう機会があれば。 これやっぱりいいなと思ってですね、うん、結構多いと思うんですよねそうですね、うん、でまずあの説明書を読んでくださいという誰も読んでないんですよ、ね、<laughs> 確かに確かに <laughs> <laughs> でもちょっと厳しいですけど、うん、あのまあ分かる分はその場で教えるんですけど、はい、ここから先はあのお家帰って説明書をちゃんと読んでもう一回来てください<ー>みたいな感じで宿題を出したりして<ー>、はい、そうですね、うん、自分が持ってる持ち物の説明をんだろう説明書きが 理解してないまま多分使ってるケースが多いですよねそうですね自分の場合もやっぱり全くそうでしたね<ー>やっぱりさっき話したんですけど、うん、子どもの写真を記録するということでまあ,あの今も何 ?iPhone とかとても綺麗にやっぱに映ると思うんですよねだけどやっぱりあのカメラが好きというか写真が好きで<ー>もう一眼レフ買いたいということで、はい 買っては見たもののよくよく考えたら子どもの運動会とか学芸会とかこればっかりとってあとはもう何たンスにしまいっぱなしすんですよねこれでもったいないなと思ってせっかくちょっとした高いお金払って買ったカメラを使いたいなということで今活用してますすねそうでやっぱりもういろいろ持ち出してこの街の風景だったりとか なんていうか、散歩しながら写真撮るというのはとても楽しく。今写真ライフ楽しんでますね。いいですね。はい、かっこいいんですよ。またカメラを持ってカメラやってる人って何て言うんですか？写す時の自分が安定するポーズっていうかうん、うん、足の開き方だったり。はい、あれ見てるとおこの人が本物だって。やっぱわかるじゃないですか？<laughs> カメラの構え方から入りますからねみんなこうぐらぐら安定しない持ち方をしてるんでそこから教えたりしますねでえっと今まで金町とか浦添市とかそういったところの公民館の講座でもそういうのもやらせていただいたんですけどおじいちゃんおばあちゃんがいてですねまあ大変ですよ。意外とそこがね募集したらすぐ ああもう満杯ですみたいな感じでやるんでもううう申し込み早めのちにそですよね実際ジャンさんから習いたいって今リスナーさん聞いてるとすればどこに連絡すすればで今のところはフェイスブックの私のページからメッセージをいただいたり先ほど申し上げましたみたいに名前で検索したらブログが出てきますのでそちらからあの メールで送れますのでお願いしているところであまりたくさんいても手が回らないというかやっぱり一人一人相手したいのでいあまり膨らまないように少数精鋭で行っております。今い名らの方でまあ出られる時に好きなテーマの時に出るという感じで。 いいですね最近のテーマで、うん、このテーマでやりましたっていうのはありますか最近何やったっけ <laughs> 何でしたっけタイトルとかキャプションとか、ね、キャプションの付け方とかあ<ー>あの言葉と写真っていうのは一体にしていただくというかなんかストーリーのある写真を<あ>ストーリー性のあるあの写真を撮ってもらいたいということで。いいで こ、えーまあ、言葉からこう写真にこうつなげていく訓練とかんまあそんな感じでやったりしてますね、あ<ー>最近、はいあの。去年、t ブログ見ながらあのチョンダラーの男女の子ですかね、ーはーはー男の子ですかね、ちっちゃい男の子が、はい、エイサーのチョンダラーの格好をしているこの写真があって、はい、その隣にもちょっとちっちゃい男の子がね、<laughs> こう見て、すんごいいい笑顔なんですよ。<laughs> あの瞬間を 写せるっていうのを多分普通の人僕らは僕は無理ですねまずあの瞬間をこの一瞬を収められるっていう技術っていうか持ってるものがあるのかそれともあれ技術なのか感性でしょ感性で感じるんでしょ何かもうすごいんですよ写真が生きてるんですよ本当にストーリーがあって。 の前後が見えるんですね。写真の前後が見えるような写真。はい、あ,あ、これすごいいいなって思ってですね。うんなるほど、ありがとうございます。<ー>はい。 瞬発力というかライブの写真とかもよく撮るんですけど音市場とかでうろうろしてるご覧になった方もいると思うんですけども音市場よりはピースウルのそうですねも走ったり、人の絶対ここから写真撮れないだろうなという角度からかがんでだからズボン泥だらけ。 そうですね寝,寝,寝そべったりとかねいろんな体型で撮りますねあの時はなんか別のスイッチが入ってるんだろうねそうですねんこんなに穏やかな感じのあれがするけど、えー、写真撮ってる時撮った時はもう別人だ、ね、あ,あそうなんですね、はい、ああ<ー>かそれしか見てない感じですねヒロミさんやっぱり習い始めてというか、はい、ご指導受けて、はい どううういうところが変わってきますかそうですかそでねやっぱり、うんあのー、今まで、ね、自分が撮ってきた写真とかっていうのは記録写真かなーって感じがするんですよね成長、うん、記録だったりとかそういう感じから、うんまあ、ちょっと生意気ですけどこの芸術というかアーティスティックに撮りたいなっていう気持ちにはなってはいるんですけど<ー>、まあ、それがなかなか表現するのがやっぱちょっと難しいかなということで。 はい、今頑張ってるところですかね。はい、なるほどですね。具志堅さんもカメラやってます。はい、いやいや、あのー、やってないです。でも興味はあるでしょ興味ありますよ。すよね、あの一眼レフカメラは高校時代持ってます、ね。あ、やっぱり持ってたんですね。<あ>今どうなってます。今、あのー。 誰かが貸してくれって言って貸したらそいつが七草にして僕がすごく怒って喧嘩別れしたっていうした。あがいい話が大ねその時高校時代に一眼レフを持ってるの自分ぐらいしかいなくてあとは写真クラブあれは学校のものじゃない僕がそれをちょっと見つけられてしまってちょっと1週間ぐらい貸してって言うから。 友達だからって貸したわけさ、ね、一週間たっても1ヶ月たっても2ヶ月たっても戻ってこないどうしたんだって聞いたら、うん、七夜に入れのてたああねーその時はあれですフィルムカメラでしたそうですよね、まあ、時代的にそうです、ね、すごいですよねフィルムの時代と,っって,とても想像したまだ一眼レフでもかなりピンキリですよねびっくりしたんですよカメラ屋さんカメラ屋さんというかね、まあ、今電気屋さんの店頭にカメラ置いてるじゃないですかレンズだけですごい金額もするし 最初、ね、始めるのには相当気合がいると思ってたんですけど、うん、入門編のカメラもあるので、うん、そこからでででも大大丈丈夫夫なんすすよよく映りますよ、最近のカメラはあ<ー>、まあ、仕事にも使っても差し支えないぐらい、はい、よく映りますので、えーまあ、レンズはあのなるべくいいレンズを選んだ方がいいんですけど。も 一眼レフのレンズはちゃんと保管庫に入れないと、かけそうそうないんですけど。<おう S 2> カピバラの場合はすごいから、はい。はい、やっぱそうなんだ。ですね、じゃあですね、ここで一旦、はい、曲、いっちゃいましょうか。はい、はい、えー、千葉なったつみで、海なりの島。 はいお届けしておりますダイゴグ,グシケンアワー <laughs> <laughs> 今日だけグシケアワーでね、はい、えー、モヒロアワーお届けしておりますが、えー、今日はゲストにえー、ジャン松本さんそしてえー、自己戦のよらみねさんとタマちゃんをお迎えして、はい、タマちゃん追加で入ってきました、はい、お届けしております、ね、この後もねどんどん聞いていきたいなと思っているんですが、うんうん、ここでいつメールが来ております、はいえー、ダイゴさんグシケさんこんばんはんばん、ね、トモヒロさんはお休みなんですね でも具志堅さんがいるのでいつも通りのトーク楽しんでおります、はい、ところで今日は写真家のジャン・マトモトさんがゲストなんですねすごいです写真の話たくさん聞きたいのでお願いします今日はもうギターいいですいいですね <laughs> ありがとうございます綺麗 <laughs> な <laughs> マリリンモンリーさん、ね、いつもありがとうございます本当に タロスケさんからね、えー、のほほーんとのほーんとナオさんともさんこまわあたくさん今日たくさんいますということでね今、はい、日はねともひろに代わってグシケンさんでね放送をお届けしておりますのではい、はい、ぜひまたねメッセージもリクエストもいただければ、はい、と思っております、はい、どうして見つめてるの <laughs> 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 なんか助け求欲しいのかなかいやいや何か言いたいかなええあのタロスさんからなんかお菓子を送ってくれたとかねいただきましたね僕もらってないんだけど。 あ,ありますよありがとうございますそそんな心のこもってない <laughs> <laughs> さあ今日はね、はい、結構突っ込んだ写真の話もしていきたいなと思ってるんですけど、うん、なんせ僕に引き出しがないんですよ、はい、写真についての、うん、逆に何ていうんですかね受講生の矢ナミネさんとたまちゃんから「先生こんなしたらもっと上手くなる方法ないですか?」っていうような逆に 日ちょっと受講で聞けないような今一番悩んでる社会のこと悩んでることとかをそういったのを先生にぶつけてみるとかこの場を借りてちょっとやってみたいなと思うんですけどそうですかさっきで振っておけばいいから無茶ぶり。 僕個人的にまあこの写真の話で悩んでることというか質問じゃしたいんですけれどもあの何て言うんですかね風景写真がありますよねまあ海だったり山だったりとかっていう,もう何気ないまああのカレンダーの写真とかなんかあるんですけどもなんかどうも自分でもういろいろ何て言うんですかね試して撮っては見るものの。 なんかこれってどうだろうみたいな感じでうん、うん、ちょっとよく分かんないんですよねうん、うん、でまあどんなふうにしたらねきに撮れるのかなということでうん、うんはい皆さん共通して言えるのはあの、うん、余計なものまでこう写り込んでしまうというかこう、うん、まああの足し算の写真をやってしまってるところが結構あって、えー、とまあ見てあの構図決めて。 えー、撮るにはいいんですけれどもその中にこうなどうしてもいらないなというものまでこう入れてしまうんですねはい、はい、でそれをあの引いていくというかうん、うん、もうちょっと寄ってみるとかちょっと右にずらしたり左にずらしてみると<ー>ちょっと今まで自分が撮ってたものとあの違う,う安定した写真が撮れるようになりますのでそれが一番多いですね。あのと空るとか、はい この日高気雲が邪魔だなと思ったら、それが消えるまで待ったりするの？まあそれもありますよね。これはいらないと思ったら、もう待つしかないよね。待つしかないあの視線を別に移してみるとか、そうですね。いや面白いですね。引き算の考え方。そうですね。いや音楽もそうじゃないですか。あのできるだけいっぱい入れたら、もうごちゃごちゃして聞けなくなってくるので、やっぱり手数逆に減らしてそこで。 作品にしてていくっていうあなんかすごい分かりやすいなと思ってですね柳澤、うん、さんちなみに動くものとこの風景だったり動かないものどっちが得意だったりとかってあるんですけどどんなですかね結局じあの自分の中で何が得意かはちょっとまだ分かってないんですけど何を撮るのが好きかと言われれば、うん、あの人だったりとかお<う>あのスポーツだったりとか、うん、あの野球とかね 撮るのとかは結構好きですね、うん、うまい下手はよく分かってないんですけれども <laughs> やっぱり、うん、あの実際風景とか撮るよりもなんかあ<ー>あのスポーツしてる人とか動いてるものを撮るのが好きですね,もで,すねでもそれだけ多分難しいですよね動くものを撮るっていうのはそうです、ね、タイミングが。うんはい それとまあ例えばあの球技なんかですとボールが入ってるのと入ってないのと全然写真違いますのでバスケットだったらこうドリブルしてたらまあ手にボールがひっついてるところとか、うん、あーあバレーでもこうアタックだったらボールが必ず入るというのは必須で。なるほど はい、野球でもそうですねあのピッチャーの手元にボールが残ってたりあとあのヒットヒッティング時にボールが映ってたりっていう映ってるのと映ってないのと全然違いますのでなるほどですね、はい、あ面白い、うん、うん皆さんもともと誰かにこう習ったっていう経験もあるんですか えっとですね、うん、あの仕事であのスタジオで照、えー、明とか習ったりはしたんですけどほぼ独学ですね、僕もともとあの新聞記者をしていてフリーになってカメラ1本に変わってるんですけれどもあの、まあ、自分でいろいろ試行錯誤しながら<ー>、えー、確立していったという感じですね。うんうんうん 面白い。これカメラやばいっすね。ハマらそうな感じしますね。<laughs> ぜひどうぞ。<laughs> タマちゃんはどんな感じですか。得意ななんていうんですか。こう写真、うん、どういう得意とかはないんですけど、うんうん、自分は風景撮るのが好きです。<ー>人とかよりは。なるほどですね。うん、どういう風景例えば最近撮った写真だと。自分はうん。 まあ一番よく行ってるのが海なのでうん、うん、海は好きなんですけど見すぎていて見すぎ見過ぎてる<ん>、うん、最近あの写真よりもあの釣りそっちかそっちなんですよイカ釣ったよとか、ね、<laughs> そういう感じの話をよく聞きますねそうそうそうプロ級ですよね釣りはいや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  <laughs> 面白いでも風景の中でも海ってちょっと特殊なのかなと思ってやっぱ波の動きがあったり動きがある風景、うん、まあなんか難しそうだなと今思ったんですけどど,どんなですか、海なぜ海だったんですかスタートはいや単純にやっぱ綺麗だな、うん、っていう<ー>それが一番好きなものを撮りたいところからいいですね今度の9月25日のこの作品展が講座があるじゃないですか作品展。 これにはたまちゃんも出てるんですか。はい。あゆなみれさんも出されて、はい、出てます。いいな、二人ぐらいのね生徒さんが先ほどね写真載せてるっておっしゃったので、はい、これはぜひね見に行きたいと思ってるんですが、もう一度ですね会場の説明と時間の説明をゆなみれさんお願いします。さっき大事なこと言うのるでしょ。うん、うん、無料なんですよ。あマジですか。そうですね、無料です、ね。無料なんですよ。はい <laughs> はい。じゃじゃん松本写真講座の自校自校生作品展があります。うんえー、9月の25日日曜日から30日金曜日まで。えー、場所は、えー、茶田二来センターのギャラリーになってます。うんえー、時間は12時から19時まで無料です。はい。いいな、無料ですね。すごいね。ウシエさんこれ行きますよね。あもちろん。あ,<ー> <laughs> あの時間がある限り。 よろしくお願いします。はい。そこの会場に行けば、この講座に入り方だったり、連絡先だったりというのもね。ただければこちらで、あの、尋ねていただければ、お答えします。はい、あの資料も用意しておきますので。ありがとう。ぜひどうぞ。はい。薬事軒さん、ちょっと聞きたいことがありますよね。自分ですね。はい、わかりました。えっとですね、あの作品を、ほら、あの、受講生の方が。 自分があの選んでほら自分が撮った写真、うん、数ある写真の中から自分が何点って決めてあの提出する方式ですよね今のところねはい、はい、その選んだ写真以外もジャンさんは見てるんですよね。で、はい、本人に選ばせるっていうところのこのその意味合いというのが、はい、なんか奥に何かあるのかなと思って。あ ジャンさんが見てこの写真がいいのになっていうのも中にはあるんじゃないかなとか自分では思ったりしたんですよ。でやっぱそれがほらあの先生の立場とほらあの受講者さん個人の,あの写真の見方の違いが出るんじゃないかなと思ったんですけど中でも。 そういういのがありました今回もそうです、ねえっとまあ,あの自分で選ぶで自分でタイトルをつけるということはあの意識して撮るあの写真を意識して見るという自分で撮った写真を意識するというあの重要なポイントがありますのでそれをまあ進めてであのグループで、えっと、写真講座のメンバーだけのフェイスブックのグループで、えー まず提出してもらって僕がダメ出しして <laughs> それからまたあの決めていくみたいなメンバー同士こうあの感想を出しだったりしながらえ決めていくっていう感じで本人はこれがいいと思っても本当今具志堅さんおっしゃったみたいにあの別にあったりとかもするんですけどもまあでもなんかこう統一感とか。 あの3枚なら3枚でこうあの並べた時に違和感がないように、うんえー、ちょっとあのお統一感を出すとか、うん、そういうふうなあの助言はしますけどね。ジャンさんのほら写真は注文すれば購入できるっていうのを前に聞いてたんですけどもしかするとこの今回の,この作品展で、うんうん、受講生さんのこの写真が欲しいとかいう <laughs> 例えばお客さんがねはい、はい、見に来てくれた方が<ー>もしあった場合に、はい、それは与那峰さんの作品だったら柳さんが許可を出して印刷してお渡しするのかなとかいろんなちょっとあのー、<laughs> まあこれはあの個,人個人的にどうぞということなんですけどね <laughs> 個人個人、はい 多分そういうことも起きますよ。あのこの作品がとても気に入ったというね、中で、中にはね、あの生徒さんが。え、こ自分の写真だってて、びっくりされることもあるから。でも、いいことですよね。ね、それは、あの見てくれた方がね、感じ、何かを感じたんだから。ね、そうなったら嬉しいですよね。じゃ、あの、それは大丈夫だと、あの、もし。 これを希望しますってだからね,そうですねちゃんとやめさんのところ来たら折り合いをつけて印刷してあげるとそうですねまあ先生が、はいいいね、自分の作品がって言ってたね欲しいって言われると嬉しいですよね、はい、まあもうね、うん、だって自分が作った作品だからそれはね,えそうですよね まあ、あのプリントの写真とあとウェブなんかで見る写真というのはやっぱ違っていて<ー>で大体皆さんそうでしょうけどあの、うん、携帯で撮ったり、うん、<laughs> あのカメラで撮ったりしてもデータをそのまま置いてやったりブログとかに上げたりしてそれで終わりなんですけどもあのプリントまでをこうやっていくという作業というのはやっぱりあ<ー>あのやるとあの醍醐味が違いいますのでやなんか憧れる世界ですね。<laughs> 一旦 CM 行ってまた後半お届けしましょうね CM はい CM、はいはい、ですいててい息吐きますけど <laughs> 大丈夫ですか <laughs> セイキさん逆に一つ聞きたいのが僕もちょっといいですか、はい、すみません、うん、あのイベント会場なんかでこう MC に立ってこうラップやってる時に の方がエイサーを踊っていて、後ろにお客さんがいっぱいいて、うん、もう見渡す限りダーンと集まってるその写真をいつも撮ろうとろうと思うんですけど自分が撮ってみて後で見たらなんか全然迫力がないというか、うん、お客さんも踊ってる人も映してるはずなんですけど、うん、どうも僕が伝えたい気持ちがどうも載ってないっていうことがもう毎度毎度そうなんですよ。な、うん、なのでなんかこう うまくこうその場の雰囲気というか人がたくさんいる写真を上手に撮るコツなんていうのはなんかないかなーって感じですね。遠くから撮ったりするのがいいのかもわかりませんけれどもそういうことんなので。まあ、携帯です。すみません。<laughs> これは何あの中で喋るんですか。あ、ええー、とまあ。 今個人的な質問です <laughs> でもあの個人的にはあ,あ,のあれですね、えっと、やっぱ表情っていうか、はい、あの人の波にも表情があるのでそれをうまく掴むで携帯だとあのタイムラグがありますよね押してからこは,いはいはい、この瞬間と思ってもあの押した瞬間が映ってるわけじゃなくちょっと微妙に遅れたりとかする場合があるので。はいはいはい あの、そのタイミングを、あの、そうですね。で,すで、電車にしてから<ー>。電車は。取る目標っていうか、この人を中心に取るみたいのは決めといた方が。そうですね。面白い動きをしてる人とか、なんか、こう、う顔がこう。ありがとうございます。すいません。はい。はい、はい,は,いは,いはい、はい。いいね。C. M. 中もこう。 写真談義というか今清毅さんがね<や>素直にこう大勢の写真を撮る時のうまく撮れるコツをなんか教えてくださいっていうねのいうこれはあの人を写すというよりも雰囲気を写すということになりますのでこの雰囲気をつかむやっぱりあのこれはあのそういう目を磨くというか。 慣れなれる、あの写真を撮る前に、あのそういう雰囲気をこうどこで押せばいいか。みたいなのこうに慣れていくっていうことが重要じゃないかなと思いますね。面白いですね。人を写すんじゃなくて、雰囲気を写す。そうですね。雰囲気を。空気感みたいなですね<ー>。人を写そうとしても、人しか写らないので、その人たちの持っている雰囲気というか。うん、そういうものを、あの映し出すと、また。 違う写真になると思います。はい、あ、なんか奥が深い、深くて、見えなくなってきちゃ今の一問の質問で五百円になります。すごいですね。これはスタートしても、多分一人では気づかないですよね。がむしゃらにとっても、多分わからないので。 一歩引いて見てくれてる方第三者的にね見てくれてる方がいて、うん、初めて自分のあ足りないところが気付くっていう。そう,うそうですね、はい まああしてくださいこうしてくださいじゃなくてこう、うん、あの講座でもこう撮っていく中で分からなかったらこう聞いてくるとか、うん、なんかそんな感じですね大体自分で撮りながらあ<ー>あのまあまあ大体あの写真撮ってなかった人がこう急に取り出しますのでその講座で慣れですねやっぱりね<ー>、うん、意識して撮るようになるということが重要ですね。 うん、たまにほらデジタルに変わってからだけど、たまに自分で撮った写真がね、すっごいいいのが撮れたりするあから、<laughs> それってさ、<ー>それって下手な鉄砲も数打ち当たるみたいな感覚がデジタルになってから自分の中で芽生えてしまっても、ね、以前はフィルムだから1枚たりとも無駄にしない、現像するのにもその1枚が無駄になるから。 ででも最近はすすごいですよねね技術が現像するという現像するまで昔は分かんなかったですよね東に焼くまで。うん、で今はもうその場で見れるのであの例えばあのあの順行でしか撮らなかった人がこう逆行で撮ったら<ー>なんかこうなんかかっこいいなみたいな、うん、あのそういう気づきがあったりそれ携帯とかでもあのスマホとかでも一緒ですけどあ<ー>あのそういう気づきはみんなあってみんなねえの。 逆光でこうキラーってした写真とか撮りますよね。今ね、それが最近ちょっと思ったか。か、えー、デジタルも,も純粋にですよ。うん、例えば、音楽の業界ではもう C. D. だったり。ね、まあ、あの、焼くんだけども、レコーディングの時キあれにトラックに焼くじゃないですか。はい、あの、なん、なんていうんですか。マルチトラックレコードーね。昔からずっと使ってるやつですよね。うん、逆に写真の場合も、デジタルよりフィルムがいい。 とというところももあったりすするんですかそれもうデジタルはフィルムを凌駕してきている部分ありますね機材によりますけれども結局フィルムでも印刷に回す時はデジタル化してからしますよね。なので,であの最近こうあのレタッチとかをあの、うん、きちんとするようにあの皆さんに。 あの<お>話してるんですけども、うん、あの取っ手出しの,あの写真っていうのはやっぱりなんかもやっとした感じで<ー>特に一眼レフはそうなんですけどもそれをこうきれいに整えていくという作業まであのパ,ソコンパソコンでですねレタッチで,<ー>、えー、で今回そこまでやってもらってあの展示する写真も作ってもらったんですけども。 なんかいいなこれ俺絶対見に行きますどうぞよろしくお願いします毎日って毎日さあね今日の放送も残すところ二分半切ってしまいましたんでねもうエンディングのお時間となってしまいます今日バックでね千葉那俊美の三という曲をね聞きながら最後までねおしゃべりしていきたいなと思っておりますがさあこれ忘れずにねもう一度だけ矢野美さん読み上げてもらっても今度たまちゃんでしょたまちゃんそうですねたまちゃんねはい ちゃんよろしくお願いします。にねんまゃ松本写真講座の受講生作品展が9月25日日曜日から30日金曜日までですね、茶谷二来センターのギャラリーで1回ギャラリーですね、12時から19時まで行われております、入場無料となっておりますので、ぜひ皆さん、いらしてください。 なんか嬉しいよろしくお願いします最後にね、ちょっと僕一つ聞きたくて写真を撮る極意をジャンさん一言で言うと一言で言うとあれですねあの感動ですかねやっぱりなんかあのワクワクするというか撮る行為に対してですねあのさらっと撮るよりもあの気持ちがこもっていると写真にそれは現れますので自分の気持ちも載せないといけないそうですねはい なんかいいよ、写真の世界すごい俺好きになってきましたね。<laughs> やばいっすね。ぜひぜひはまりそうっすね、本当に。音楽となんか通ずる部分があるなああ。じゃあ今日はね、ゲストね、ジャンさん、ええー、じゃ松本さんを、えー、お招きして、お届けしました。そして受講生のゆらみねさんと、たまちゃん。はい、ね、また、ぜひ遊びにいらしてください。いい活用してくださいね。はい、それでは、お別れの時間です、えー。この番組は防音工事のことなら、お任せください。 インストール沖縄の提供と書道用品専門店丸るまの提供でお届けしましたさあ残りまだねもう少しありますから柳村さんこれ伝えときたいなっていうのが一つあればそうなんですよ無茶ぶりの番組なんですこの番組は <laughs> <laughs> はいすいませんとにかくえっと、うん、来る日曜日から始まります9月25日日曜日から30日金曜日まで、はい、ジャン松本 写真講座、受講生の作品展。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ね、にいらしてください。ね、それではまた来週お会いしましょう。具志堅さん、今日はありがとうございました。タイントともひろあわでした。はい、バイバイ。トモヒロまたね。